大切にしまっとけや。あんたたちが横でダッサいダンスして私たちの邪魔してるんじゃない。あっちゃ、見てるそばからこれだよ。ほらそこ、喧嘩をするな。悪いのはこいつですよ。やっぱり仲悪すぎだよ。こんなんで本当にうまくいくのかな。タテハちゃんがあんなこと言うから。私のせいなの？空手部と吹奏楽部を同じ場所に並べるってのはいくらなんでも無謀だったんじゃないかにゃ。他の生徒たちも何事ってざわついてたよ。大丈夫だよ、私信じてるから。ん？何を？この学園のみんなのこと。その息だ。励みたまえ。とりあえずみんな素直に応援してくれるようになったみたい。相手の応援に助けられましたね。災い転じてというやつか。みてえだな。
ますよ。やった、一点先取だ。これは大きいぞ。野球部の投手陣は全国レベルだ。先制さえすればこっちのものよ。よし、この調子で。ってほらほら、そっちももっと気合い入れて応援しなさいって。おう、そっちこそしっかりやれよ。今年の野球部ってそんなに投手が充実してるの？近年まれに見るほどの充実ぶりだぜ。3年の本格派エースに2年の技巧派、1年には速球派と隙のない布陣だからね。2年にアンダースローのいいピッチャーがいるって聞いたことあるぜ。運動部ってことで興味なかったけど、うちの野球部って結構強いんだね。お互いどんどんいい雰囲気になってきてるね。小塚くんの言ってた通りになってきた感じ。皆さん、この学園が本当に好きなんですよ。好きだからこそ意地になってプライドも生まれて、そのせいで意固地になって張り合ってあんなことになってたんだもんね。そっか、好きっていう感情は強いからトラブルの原因になりやすいんだね。だが、本当に学園が好きなら力を合わせることだってできるはずだ。ええ、そうですね。おお、また打った。回せ、回せ。なんとかしのげてよかったですね。さあ、ピンチをしのいだ愛の島学園の攻撃に移ります。チャンスを生かせなかった精霊学園を突き放すことができるのか。なんで実況中なの？野球見てたら普通にやりません？やらないよ。だって普段野球中継見るときって実況付きが当たり前じゃない？にゃはは、テンション上がってくると勝手に実況しちゃう。おっと、ここでまさかのデッドボールだ。
見つかったら先輩たちに怒られるぞ。そんなところでコソコソしてないで、もっと大きな声を出して自分たちの意思を示すがいい。でも文化部が運動部と協力したら。そうだよね、まずいよね、いろいろ。そんなつまんないことにこだわって応援しなかったら野球部負けちゃうよ。うさ、これさ、みんなに配ってくれるかな？ハチマキか。うん、任せたまえ。さすがウサギさん、こんなものまで用意しているなんて、そのお心遣い、素敵です。やるじゃねえか。それじゃあ、私たちは奥から配りますから、一袋持っていきますね。行きましょう、アリスティアさん。うん、頑張る。みんなでお揃いのハチマキ締めて、野球部を応援しよう。そうだよね、愛の島学園生なんだから応援して当たり前だよね。争いとかとりあえず置いといて、今は野球部の応援を最優先だ。予算だってなかったはずなのに。よし、これで配り終わったかな。はい、最後の一本。いけな、気を抜いてる場合じゃなかった。さーて、遅れた分声出していくよー。カットオブセー、愛の島、うーって打って打って愛の島。カットオブセー、愛の島、だけど、どうしたの？うん、
よーし、一旦インターバルを置くぞ。10分後に再開する。それまで筋肉を冷やしすぎないように注意しろ。敷島さんから見て気になるところはありましたか？何人か状態が流れている者たちがいた。聖剣好きに移行する前の足取りを変えれば、その後の前蹴りもスムーズにいくはずだ。つま先で地面を捉えやすいように、足の親指の付け根に力をためて、腸趾骨筋を通して脊柱起立筋へとつなげれば、上体もスムーズに動くようになるはずだ。ありがとうございます。早速みんなにも伝えます。お疲れ様です。差し入れを持ってきたんですが、いかがですか？疲れた時はね、甘酸っぱいものが欲しくなると思うの。だからね、真っ白と一緒に作ったんだ。レモンの蜂蜜漬けか。レモンのクエン酸と蜂蜜のブドウ糖のダブル効果で大きな疲労回復を見込める。実に素晴らしい差し入れだ。それじゃ、配ってもらうのは真っ白に任せるね。そう言わず、アリステアさんも一緒に。私が近づいたら、みんな怖がっちゃうから。それにね、タオルの準備もあるの。うん、ありがとう。そういうことなら、私がレモンの方を配りますね。皆さん、レモンの蜂蜜漬けですよ。たくさんありますから、遠慮せずに食べてくださいね。タオルもありますから、汗も拭いてください。だからちげえって、ツッターじゃなくてタッツーだ。言ってる意味はなんとなくわかるんだけど、いまいちピンとこないというか。しゃあねえな。ちょっと引くから待ってろ。なんでギターでバイオリンみたいな音が出るの？バイオリン奏法という技術らしいが、詳しいことは知らん。まあ、音に関しては、やった島に従っておけば間違いない。お待たせしました。湿布作ってきました。おお、ありがとう、タテハちゃん。前にもらった時、すごい効いたからさ、楽しみに待ってたんだ。こんな重たい楽器を持って構えながら、ずっと腹式呼吸してるんですもんね。そりゃ筋肉痛になりますよね。そうそう、筋肉痛とは友達なのよ。でさ、この湿布ってどこで売ってるの？すっごくよく聞くから部室に常備しておきたいんだけど。小塚くんに作り方を聞いたんです。匂いはちょっと特殊ですけど、効果は抜群ですから。ドリンクも持ってきましたから飲んでくださいね。やったー、ありがとう。